私の出番ね。目標喪失。やっと参ったわ。天命の奴ら何の研究をしてんだか。どうしたの？大丈夫？大丈夫。ちょっとかすり傷をね。無理するなって言ったでしょ。あ、通信装置だ。これでボス頭に連絡できる。あ、もう。顔色が悪いわね。ふん、お互い様でしょ。このまま先に進みましょう。それしか道はないわ。フカも言ってた。あの実験室にみんなを救えるものがあるって。律者に対抗できる何かのはずよ。天命が律者を覚醒させるのに準備をしていないとは思えないわ。し、それがそこにあるのでは。まあいいや。あんたは説得できそうにないし。念のためにここの座標に暗号をつけて外部が受信できるようにしたわよ。よし、出発。フカ、必ずあんたを捕まえて全部吐いてもらうわよ。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。どこに隠れているか。さっさと片付けて。間違いないわ。ここには何かが隠されているのよ。入る前にもう一度確認するわよ。まずとことん暴れまくってここの秘密を探し出す。それからブツを持ってハイペリオンを探しに行く。そして律者をボッコボコつったボロにしてハッピーエンド。あんたのそのユーモアは好きよ。準備はいい？行くわよ。